はい、品川ねぎ堂へ。今日は少し多めの三品川さつまいもの手前食べたおいしいものを出して新玉ねぎ4分の1個です。はい、これして全部取っていきます。はい、はい、水戻し豚バラの代わりに牛バラを使います。炒めの素材も使います。はい、OK です。はい、はい、牛肉入れました。で、今度は油です。広げるようにして炒めていきます。これ豆板醤でマッキンで炒めていきます。はい、豆板醤の香りが立ってきました。はい、ここで肉を入れていきます。鮭を多めで肉を入れます。で、醤油で、で、さあ、これで水分を出してます。水分を出したんですね。はい、完成です。はい、完成です。結